こんにちは。カナル在住の山田です。3つの左翼発狂判決ということで話をしていきたいと思います。はい。えー、最初にまず謝罪とお礼とご案内を申し上げたいと思います。えっ、ー、と、まず何と言っても本当に昨日のライブぐったぐたのスタートで皆様申し訳ありませんでした。あの、ただね、本当にたくさんの方にご参加いただきまして、で、あの、たくさんの方にその後ご協力もいただきまして、あの、本当にありがたい限りでございます。本当に皆さんありがとうございました。 はい。ま、あの、今後はね、あんないう風にならないようにな、対策をしようにもどうにもならないんですが、まあ、次はちゃんと繋がるといいなって、あの、しっかり願いつつ、あの、当日を迎えたいと思います。はい。 でですね、あの、昨日案内した内容、どういうものだったかっていうのをここでも簡単に触れておきたいと思うんですが、あの、この度ですね、8月6日日曜日に東京で初めての講演会を開催することになりました。はい。もうこれも本当にね、普段から皆さんから支えていただいていただいてるからこそここまで来ることができたので、本当にありがたい限りなんですが、はい。あの、ご都合合合う方、ぜひともね、ご参加いただけたらというふうに思います。一応、あの、遠方の方のためのオンライン参加もね、可能になっているんですが、あの、いろいろその詳細であるとか、 あと、お申し込み方法等に関してはすべて概要欄に貼り付けてあります。で、これに関する質問とか僕ちょっとお答えすることできませんので、あの、すべて概要欄にあるそのリンクから飛んでいただいて、そこで運営側にね、いろいろ質問は投げていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、一応担当の方からね、昨日メールが来まして、あの、ライブが終わった数時間後ぐらいかな、の時点で、あの、僕の思ってたね、4、5倍ぐらいの方からもお申し込みいただいてまして、えっ、ー、と、すごいことになりそうだぞっていう感じなんですけれど もしかしたらね早めにあの何でしょうそれいっぱいになって閉じちゃいますとかもあるかもしれないので一番ねあの気になってる方は早めに動いていただけたらという風に思いますのでよろしくお願いいたしますはいあのすでにお申し込みいただいた方々本当にありがとうございます。 で、あともう一点、あの、ご案内ですね。あの、昨日のライブの中でも言いましたが、あの、サブスタックの運用をね、ちょっと変えてみようと思います。はい。えー、っと、っていうのも、あの、YouTube のメンバーシップであるとか、あと、サブスタックの有料会員の方々にお返しって何にもできてないんですよね。はい。ただ一方で、その、その人たち限定の情報ってすると、僕の本来の目的でね、最初にやろうと思ってた、日本のメディアが伝えないことを一人でも多くの人に伝えるみたいなことが、 できなくなっちゃうので、そことの、でしょう矛盾みたいなところを解消する、まあ、やり、共存っていうのは、共存、共存させるやり方っていうのをね、こう思いついたので、え、それをちょっと、これから、まあ、不定期ですが、週に2回やれたらいいなぐらいに思ってるんですが、え、ちょっとやってみたいと思いますので、はい、まあ、どういうこっちゃかは、あの、この後、今日か明日ぐらいには、えっ、ー、と、配信してみたいと思いますので、一回チェックしてみてください。はい、一応、あのー、投稿ができたら、またそれも概要欄と、えっ、ー、と、コメント欄にリンク貼り付けておきますので、チェックしてみてください。はい。 ということで、えっ、ー、と、謝罪とお礼とご案内でございました。ということで、ここからは本題に入っていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、また連邦最高裁の判決に関することをまず取り上げていきたいと思うんですが、あの、夏休み期間にこれから連邦最高裁入るんですね。で、それを前に、まあ、重要判決、基本的にこのタイミングまでずっと寝かしていくのが通例なんですが、今連発されております。例えば、おとついの動画で紹介したのが、アメリカの大学ってその構造的人種差別とやらをなくすために、 えっと新、新しくですね、その白人アジア系差別を導入することによって差別をなくすっていう、差別をなくすために差別をするっていうね、アファーマティブアクションっていうのを導入してたんですよね。で、これに対して意見判決が出まして、左翼勢力へま発狂してらっしゃるんですが、はい、まあ、頑張ってくださいっていう感じなんですけれども、はい。 で、これがおとついだったんですね。で、昨日6月30日にさらに2つの重要判決が出されまして、その発狂している細工がもう気を失いかけてるんじゃないのかなっていう状態なんですね。はい。ということで、この2つの、えっ、ー、と、判決に関するお話とで、あとは、あの、別件でね、アリゾナ州でも今重要な判決がありましたので、その辺もまとめて一気に紹介していきます。ということで、3つの裁判に関する話をしていきたいと思います。 まず一つ目が、ざっくり言いますと、LGBT 強制にノー判決っていうのが出されまして、これ今のこのご時世非常に重要な判決だと思うんですね。で、えっ、ー、と、舞台コロラド州です。コロラド州のとあるウェブデザイナーが、コロラド州でそのできた州法の LGBT を利用理由にした差別禁止法が違憲なんじゃないかっていうことを提訴していたんですね。これ提訴が2016年だったんですが、ようやく最高裁まで行って、で、今回判決が出たっていう感じなんですが、あの、まあ、日本でよく言われるあの、LGBT 差別禁止法ですよね。まあ、それに関して、え、アメリカで判決が出たっていうことなんですが、え結論から言いますと、連邦最高裁は、このコロラド州の州法は、修正憲法第1条の保障する言論、思想、信条の自由に反る。 するということで意見判決を出しました。えー、6-3の判決ということで、えー、保守系判事はもう全員意見判決で6人で一致で、えー、とリベラル系判事が3人合憲という判断だったんですがはいま見事にその思想のところで分かれているっていう感じですね。でえっ、ー、とこの裁判あの何で始まったかって言ったら何か実害があったわけじゃなかったんですね。その同性婚カップル向けのウェブサイトの作成を このカトリック教徒のウェブデザイナーさんが心情に合わないとして拒否した場合、えー、どうなるんだっていうそういう裁判なんですね。その拒否できなくなっちゃうんじゃないかっていうことを想定した裁判で、で、今回その実害はまだ出てないけれども、もし仮にそういう場合になった場合は、えー、違憲だよねっていうことになったんですね。はい。で、えっ、ー、と、これに関してソニア・ソトマイ・ヨールっていうね、そのリベラル判事の一人が、えー、歴史上、 初めて最高裁が保護されている人々を拒絶する憲法上の権利を認定したっていうふうに、ね、なんかかなり厳しく非難しているんですが、えっ、ー、と、おとついの動画で紹介しましたが、この前日の判決でね、あの、クラレンス・トーマスっていう保守系判事が、あの、新人のね、あの、 バイデンが指名した極左活動家みたいなね、ジャクソンっていう判事がいるんですが、まあ、あの人のね、反対意見をコッパ微塵にしてましたよね。ま、詳しいことはおとついの動画見てほしいと思うんですが、まあ、あれと同じでですね、ニール・ゴー・サッチっていうね、保守系判事が、あの、この、 外前夜判事のこの、えー、保護されてる人々を拒絶する憲法上の権利を認定したんだ、みたいなこの言い分に関して、怒りの意見文書いていまして、はい。あの、今回の判決文ね、なんかすごいんですよ。あの、その、重要判決3つ出てきたんですが、3つともですね、その、保守系判事の怒りが見えるんですね。怒りだと焦りですね。ちょっと今、連邦最高裁の、特にその、リベラル系の連中たちが、判事というかもう活動家になっちゃってるぞっていう、そういう、その、なんて言うんでしょう。 焦りを感じさせるようなものになってるんですが、ちょっと話を続けていきたいと思います。はい。えー、ゴーサーチハンジ何言ってるかって言ったら、えー、反対意見文読むに耐えないものだっていうね、<laughs> もうバッサリですよね。はい。で、なるかというと、もうその反対意見文の中で、矛盾が生じて論理破綻していると。その、これこれはこうだって言ってんのに、その後ぐらいになると全く逆のことを言っていて、一体全体どっちのことを言ってんだみたいな意見文になっていると。な多分この、ハンジの意見文書いてる連中たちは、もう何に関する議論をしてるの かかんんななくなってんじゃないかとその、もともとの論点からもずれているし、その反対意見としてどうなんだみたいな感じで、その、なかなかないようなね。まあ <laughs> ね、えー、避難の仕方をされていらっしゃるんですね。っていうような感じでもうボロカスに叩いているわけなんですが、えっ、ー、と、まあ、とりあえずですね、今回この連邦最高裁の判決が出ましたということで、今アメリカって29州で、この LGBT 関連の差別禁止法があるんですね。で、これに影響が出るということなんですが、あの、まあ、日本とちょっと真逆の方向に進みつつあるのかなっていうところはありますよね。はい。まあ、なので、 日本はね、あの、差別禁止法にはならなかったので、まだましだって言われていますが、この判決がね、一足早ければね、あの、あのまあ、一足早かったらあれですかね、日本語のメディア、そう無視するかもしれないですね。全く報じないっていう可能性はあるかなっていうふうに思うんですが、はい。あの、まあ、どちらにせよ、今回のこの判決っていうのは、あの、よくね、あの、考えられるのは、その、今回日本 LGBT 法案通りましたと。で、ここを皮切りにいろんな要求来るんじゃないかっていう懸念があるんですよね。まあ、それを一つ止める のに有効なあのものにはなるんじゃないのかなっていうふうに思うので、えっ、ー、とその日本の今の現状を見ても今回の判決っていうのは非常に良かったんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい。 というような、えー、判決だったんですが、あの、ちなみにの話を一つしておきたいと思うんですが、今回この、こういう,うゴーサッチ判事はね、この外前夜判事をもうボロカスに叩いてるわけなんですが、えっ、ー、と、おとついの動画で紹介したのがトーマス判事がね、あの、そのジャクソン判事の反対意見をね、もうボロカスにしたわけなんですが、あの判決も本当にとんでもなかったってことが分かっていまして、あの、このね、左翼活動家になり下がっている判事なんですが、 その左翼活動家がでっち上げた嘘を判決文に採用してたってことが明らかになってるんですね。この裁判って基本的にその えっと、原告と被告だけの争いじゃなくて、その第三者からアミカスブリーフって言って、その意見文をね、参考として出すことってできるんですよね。で、とある左翼活動団体が、あの、こんなことを言っていまして、えっ、ー、と、黒人医師が黒人新生児を、その、救命措置するなりなんかするのと、白人医師が黒人新生児をなんかするのとでは、生存率が倍あるっていうふうになんか、アミカスブリーフで言ってたんですね。で、それをそのままジャクソン判事取り上げてるんですが、 冷静に考えてそんなわけないじゃんっていう話ですよね。で、実際の数字はって言ったら99.9、99.8%と99.6%の違いってことで、これはもう統計的にも優位さなんか全くないわっていう話でして、はい。まあ、これをその、全く調べずに取り上げてるもんだから、まあそりゃあね、怒られて当然だわさっていう話ですよね。 で、あとそこから分かるのが本当に今のその、リベラル系判事のその、質の低下っていうのが著しいですし、今回の判決文もざっと見で僕が思った感想が、保守系判事って、 なんでこの法律があるのかなんでこの憲法があるのかっていうその歴史的な経緯、その、その、それを作った人たちがどういう思いで、どういう議論をして、で、どういう対策をして、それを成り立たせたのかっていうところから、じゃあ今の現状はどうなんだっていうところに行く話をしてるんですね。一方リベラル系判事って、その歴史の話も多少はするんですが、ほとんどが今現在のその活動家たちがどうこう言ってるからとか、あの、なんか世論調査の結果の与党みたいな、そういう経緯、 のの今の方にばっかり向い,てるんですよいい言い方すると、えー、前衛的な考え方とかね、まあ、前向きな考え方って言えるかもしれませんが、ただその、なんで法律があるのかとかね、そのあたりがちょっと抜け落ちすぎてるかなっていうのが個人的にも気になりました。っていうのがあって、多分今回のこの反対意見文に対する怒りの意見文がいっぱい出てきてるのかなっていうふうに思うんですが、はい。 まあちょっと話を続けていきたいと思います。とりあえず LGBT 強制にノーの判決が出てっていうのはまず1個目のいい話ですね。で、もう1個が、昨年8月、バイデン政権が中間選挙の評売収のために、学生ローン免除を発表したんですが、これに関する判決も出てきたんですね。はい。あの、これあの、僕動画でもあと第1弾書籍でも、学生ローン免除詐欺っていうふうに言い続けてましたが、あの、どっからどう見てもこんなもん実現するわけないだろうっていうものだったので、まあ、なんでそのね、アホたちを買い取ったわけなんですよね。で、 その結果どうなったかって言ったら結局その通りになったっていうことでね、本当にやっぱ持たす権力を持たせてはならない人たちに持たせるともうやりたい放題やるんだなっていう話ですよねはい。で、えーとまあ、結論としては、まあ、シンプル大統領に学生世論を帳消する権限はないと。 で、あとは教育長官がその法的根拠にしているヒーローズアクトっていうものに関しても、えー、そんな権限は一切触れていないということで違法判決が出たんですね。これも63で、えー、保守系6人、リベラル系3人で綺麗にパッカリ分かれてるっていう感じなんですが、 今もう分かりきっていた判決といえば分かりきってた判決なんですね。はい。で、どういうものだったかって言ったら、今アメリカって120兆円ぐらいの学生ローンがあるんですが、そのうちの43兆円を免除するっていう話なんですね。で、えっ、ー、と、これ4300万人に影響がありまして、えっ、ー、と、136万円から最大で294万円程度の、えっ、ー、と、免除をすると。 で、これをすることによって、大体2000万人ぐらいはもう学生ローンが完全に免除される、完済したことになり、で、2300万人は一部免除になるというようなことなんですが、まあね、これシンプルに100万円から300万円ぐらいもらえるっていうようなものですからね。まあ、あの、嬉しいですよね、これはね。はい。 ただこれやると、当然その本来だったら、一回その連邦政府が貸し出したお金をもう返さなくていいよって言っているわけですから、そうなるとその返さなくていいよって言った部分の穴埋めしないといけなくなるんですよね。 で、それがどれぐらいのコストかって言ったら、少なく見積もって46.9兆円、多く見積もると51.9兆円の税金が、その補填にかかるっていうことなので、それって、その学生ローンを借りてない人であるとか、あとはその学生ローンを、もうすでに頑張って完済しましたっていう人たちからすると、ふざけんなっていう話なんですよね。なんで、あの、関係ない俺たちまで払わなかんどだみたいな話になるので、フェアでもないし、そもそも法的権限ないじゃんっていうことで、えー、今回違法判決になったんですね。 ちなみに、バイデン政権は諦めてません。あの、別の連邦法、1965年にできた法律を根拠に、今再検討を開始してるっていうことなんですが、まあどうなることやらっていう感じですね。間違いなく今回ね、大統領選挙の目玉としてこれ使ってくると思いますから、あの、バイデン政権というか民主党はね、これなんとしてでも話引き伸ばすと思います。はい。まあなので、えー、ちょっと今後の動きに注目なんですが、えー、今回のこの判決に関してね、あの、ジョン・ロバーツ、えー、長官がね、意見文で面白いことをやってまして、あの、当時下院議長だった、 ナンシー・ペロシの言葉を引用して、あの、あなた方のね、その、トップの方がこんなことを言ってたのに、一体全体、今何言ってんだね、みたいなことを指摘していまして、あの、それがですね、ペロシの2021年7月28日の記者会見での発言ですね。大統領が借金帳消しの権限を持つと考える人もいる。そのような権限はない。延期遅延させることはできる。しかし、帳結する力はない。それは議会のすべきことだ。 っていう風にペロシは言っていたんですね。で、ロバーツ長官もこれに合意していて、あの、結局、こういうことをやりたいのであれば、今法的根拠になるような法律がないから、まずは議会を通して、で、その後やるべきであるっていう判決になってるんですね。まあ、なので、あの、ね、あの、まあ、言うなら民主党さんってお得意のブーメラン系があるわけなんですが、それはね、見事に披露してくれたのかなっていう話なんですね。はい。っていうような感じになっていたんですが、 ロバーツ長官ね、この意見文の最後のところで興味深い発言もありまして、えっ、ー、と、最近のその反対意見の中には、自分たちが同意できない判決を司法の本来の役割を超えていると批判するものがあるのが気になるところであるというふうに言っていまして、まあ、要は、あの、今、さっきも言いましたが、法律論での争いになってないんですよね。で、あの、左翼連中たちってね、基本も皆さんご存知かもしれませんが、あの、 なんでしょう。その、理性的な話し合いに応じてもらえないじゃないですか。基本的に、こっちがなんか図星つくうようなこと言うと、それはレイシストとか、あのね、なんか白人至上主義とかそういう言葉で、ね、なんかレッテル貼って片付けようとして、あの、そこに対する明確な反対とかってしようとしないんですが、ロバーツ長官もそれを言ってるんですよね。もはやそれが最高裁の中で起きちゃってるぞっていうことを言っているわけなんですが、まあ、ざっくり言うと、 そのリベラル判事、まあ、という名の左翼活動家になってますが、の反対意見の論理破綻であるとか、あともその単なる左翼活動家の代弁者になり下がっていることに対する苦言が一応呈されたのかなっていうふうに思います。はい。まあ、さっき言いじゃあ法律論じゃなくて、そのお気持ち雰囲気優先の判断みたいなことをやってることに関して、まあ、ちょっとそのね、司法の最高法としてどうなんだというようなことですね。はい。まあ、これあの、おとついの動画でも言いましたが、まあ、ちょっと特にね、新人のそのジャクソン判事なんかは、 ちょっとね、本当に行き過ぎてるところがあると思いますから、まあ、今回でね、あの、変わってくれるといいなって思ってるんですが、まあ、なかなか難しいかもしれませんね。はい。で、それだけじゃなくて、例えばバイデンも今回の判決に対して、今の最高裁は普通の裁判所ではないとか、あとヒラリー・クリントンとか、まあ、その他大勢の連中たちは、数十年かけてきた自由を獲得するための努力がむちゃくちゃなされて、うんたらかんたらってなんかギャ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 言ってるんですが、 何が問題って、さっきもその判決文の大体の様子で皆さんに言いましたが、あの、リベラル系の人たちの言い分って法律無視なんですよね。その憲法の範囲内、法律の範囲内で物事を進めなければ、 無法国家になるわけじゃないですか。で、何より大統領って王様ではありませんので、彼らの言っていることっていうのが全て正しいわけではないですし、あくまでも法律の中で行政府ですからね。行政府としては法律の範囲内で動かないといけませんから、はい。まあ、この辺のことをね、あの、いい加減ね、ちょっと一回立ち、ね、一回立ち止まって思い出していただけたらというふうに思うんですが、 ただ、この左翼連中たち今どうしようとしてるかって言ったら自分たちがこの法律を超えてめちゃくちゃなことを進めてるわけなんですよね。で、それが結局その最終的に連邦最高裁で止められてるわけなんですが、普通だったらね、ここでやるべきことって何かって言ったら、じゃあ法律作りますと。 で、そのために、上院議会60議席以上を抑えて、で、下院も過半数を抑えます。で、大統領も抑えます。これで、えっ、ー、と、合法的に進めれるでしょっていうのが普通なんですよ。ところが、彼らが今やろうとしているのは何かって言ったら、法律作れないのはもう目に見えてるということで、最高裁判事を現行9人から13人に増やそうっていうことを言ってるんですね。これあの、コートパッキングっていうふうに言うんですが、で、この9から13人増ると4人増えるじゃないですか。4人増えるってなると、あの、今、基本的に大統 票が指名できますから、もう全部バイデンがリベラル系判事を指名する。そうすると、えっ、ー、と今、えー、と保守系判事が6で、えー、リベラル判事が次7人ということで、これ形成逆転するんですよね。 っていうようなことを考えてるっていう、まあ本当もう独裁国家もどきみたいな感じのね、ことにまなってきているんですが、はい。まあこのコートパッキングはね、何が何でも食い止めないといけない話かなっていうふうに思っているんですが、はい。まあこんな、こんな話でちょっとここで一回止めておきたいと思います。はい。というのが連邦最高裁の話なんですが、最後にアリゾナ州の話をして終わりたいと思います。えっと、2022年の中間選挙で共和党側のカリー・レイク候補が、民主党のね、ケイティ・ホブスに一応ね、負けたっていうことになっているんですが、まあ当日の,の大 混乱とか見れば普通疑いますよ、ね、<laughs> で、えっ、ー、と、6月26日なんですが、このアリゾナ州の地方裁が、えー、これに関する判決を1個出したんですね。 あの、これ、動画で何個か取り上げたりとか、サブスタックで紹介したりもしましたが、あの、署名確認で、あの、本当によほどのおバカさんじゃない限り、おかしいことを起きてるの分かってるんですよね。はい。知らずに言ってる人もいるかもしれませんが、例えば、あの、電光石火署名確認作業ありましたよね。あの、普通だったら、その画面をスクロールして下まで見ないと署名確認できないのに、もう、下までスクロールせずに、普通ね、数十秒ぐらいかかる作業を、えー、ものの2、3秒ぐらいで終わらせてるのにスーパーマンがいたりとか、あとは自宅でね、監視なしの署名確認、 確認作業やってゃってアホみたいな話が分かったりとか。あと幼稚園児でもね。分かるレベルのレベルのその署名の不一致っていうのも分かってたりとか話にならないことになってるんですよね。はいっていうようなことで、えー、っと。じゃあ、あのこのアリゾナ州の、ね、最大群のマリコパ軍の署名がね。書かれている郵送投票の封筒を監査させてくれという風うにも特別要求してるんですね。で、裁判所はマリコパ軍側がね。これ、を棄却請求を出していたんですが、それを退けましたと。 ということで、あの、まだね、監査確定ではないんですが、相当の理由をこの後マリコパ軍がつけて、あのー、言わない限りは、署名確認の監査作業を実施される見通しなんですね。っていうことで、もしかしたら面白い動きになってくるかもしれないので、これもちょっとね、追いかけ続けたいなというふうに思います。はい。 本当にちょっとさすがにね、不平等にも程がある話ですからね、この前のアリゾナに関してはね。はい。っていうようなことで、あの、ぜひぜひこれは良、ね、い,い方向になってほしいなっていうふうに思っております。はい。ということで、多分今回20分以上の長い動画になっていますが、ここで一回止めたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後はですね、これ昨日のライブ中に撮った写真ですね。はい。デブタヌのあの、ご飯食べてるところもライブの最後の方でやっていますので、えー、そちらも気になる方はぜひとも見てみてください。はい。であとは新刊、電子書籍版も出てますので、ぜひともお買い求めください。ということで、最後までご視聴 ありがとうございました失礼いたします